ロケに使用されたコーヒーショップ。ソウルシア・ソウラク・西橋道、コーヒープリンス1号店は2007年7月2日から2007年8月28日まで韓国 MBC で放送されたテレビドラマ。全 17SP。コウンちゃんは亡くなった父の代わりに家計を支える勤労少女。それなのに失業。ある日知り合った恩蔵師、ハンヨルに。 男と思い込まれ、イケメンしか雇わないカフェ、コーヒープリンスに採用され、男のふりをし続けることになる。地上波では、テレビ東京で2008年4月3日から2008年5月29日まで、毎週木曜金曜11時35分から12時30分で放送された。2010年8月11日から2010年9月16日まで、 富士テレビ関流アルファ夏祭りとして、毎週月曜から金曜15時25分から16時53分に放送され、同枠にて毎週月曜から金曜15時57分から16時53分に再放送されている。BS デジタル放送では、BSTBS で字幕テロップ版を2010年2月10日から、毎週水曜21時21時54分に放送。 BS 富士館ドラ17枠で2011年1月26日から2011年2月17日まで毎週月曜から金曜17時から17時54分に放送された2012年4月から山崎育三郎と高畑三月の主演で青山劇場にて舞台化作品が上演牧原のりゆきがテーマソング恋する心たちのためにを書き下ろし提供し 自身のシングルとしても2012年4月25日にリリースされた。2012年10月8日から11月23日まで GMA ネットワークで放送されたテレビドラマのフィリピンのリメイク。運命のように君を愛してるに関するカテゴリー。ありがとうございます。